I see you, never miss a shot, I feel like Tifu. Please dude, why you tryna front hold me, you see through. I see you, say you getting money, okay me too. Difference is when you be talking cash, we don't believe you. It's funny how you think that me and you were friends in high school. Bitch, I never liked you. 僕は開始直後に何者かの個性によってみんなと分断され、大勢の受験生に囲われてしまった。そんな時、うららくさんが助けに来てくれたけど、うららくさんがいた足場が崩れてしまったんだ。足場が落ちる。あの時、僕が戦うことを選択せず腕を壊さなければ、光太君を保護し相沢先生のもとへヴィランよりも早くかけられていれば、ガッチャンを奪い返せていれば、オールマイトオールフォーワンと戦っていなかったかもしれない。人を助けるにはまず自分の無事、体が追いつくまで 100% の力は使わない。代わりに威力はサポートアイテムで補う。ありがとう、ごめんね、下手こいた。うん、いや別に、そんな。それよりひょっとして止血の人ですか？うららかさんは短い時間なら副作用を気にせず自分に個性を使えるようになってる。危ない目にあっても発動の素振りすらなく、何より無策のまま敵前に姿を現すなんて、僕の知ってるうららかさんじゃない。気づいて助けたってことは逆に利用しようとしたの？もっと教えてほしいな、君のこと。引っ掛け？なんだよもうこの人。デク君、大丈夫？ファイナルラウンド、レディークラッシュ。マジけなくない？もう浮いてる、浮いてる。やっ、浮いてる、浮いてる。入れたら、こうして、押しつける。赤いカウンター、超余裕。空と上手にデバン、超ピンポ。こんだけの量ならその隙にアタックや。この浮いてる、浮いてる。やっぱマジ最悪。ウィン。とっても有意義だったよ。エクセレント。ニューストーリー。反応すごっ。うららかお茶子さん、とっても信頼されてるね。いいとこだったけど、これじゃもう無理ね。じゃあね。追うのはやめよう。個性の関係か、服ごとターゲットを脱いでる。狙われるリスクはあるけど、あの人を狙うのは難しい。うららかさん、来てくれたんだ。だけどなんだ、なんつったあの人、言ってること、なんつったあの人。始めよう。試験開始と同時に爆豪と霧島が走ってっちゃうから、寂しくてついてきちゃった俺。止血生と鉢合わせてしまい、そいつの個性で霧島が丸くこねられた肉になっちまった。これは G である。中学時より責務と教授を寛容する我々と、そやでただ者のままヒーローを志す諸君との水準差。責務？教授？ペラペラペラ
ペラペラと。口じゃなくて行動で示してくださいよ先輩。なんつったあの人、頭に入ってこねえ。目が細すぎて相手の実力が見えませんだとよ。私の目は見目よき頂戴である。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。雄英高校、私は尊敬している。温厚と誤することに誇りすら感じている。将来の悲運を貶めてばかり。この国貴様だよ、バケオ。霊感するが嫌いなタイプ。ぶっ殺す。やることは変わんねえ。認めろ。失着した。骨格砕けしてや。生き逃げなのか。魔感せいめウジ虫か。たちも恩があんのか。しぶとし。ぜだらけず。こっからだ。少しは楽しませろ。アメーゼンガニューストーリー。幽霊だろうが死血だろうが関係ねえ。俺はお前より強い、それだけだ。私としたことが。しかし私が倒り気づかせよう。ふさわしい虚子こそ品位であると。何なんだこの人は。こんな戦闘不毛すぎだろ。早いとこ切り上げっぞ。飛び道具だ、目障りだ。先に丸めてやろうか。俺を無視すんだ。してないな。うっそー。なんつったあの人、言ってることが。霧島に続けてバカ始めよう。今試験は異例の少数採用。オールマイトが引退した今、本来であればヒーローは増員して叱るべきでは。これが示唆するは、うぞうむぞうの淘汰。それを参助したく、こうして諸君らを廃している。試験そっちのけでやるとかおかしいよ。それにしてもさっきから対外中傷ひでえからね。聞くからやめてほしいんだよね。胸に刺さるのは己に自覚があるからだ。称してくれれば幸い。俺のことじゃねえよ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。先手を取るぞ。吐き込む。やりきてる。抵抗するがいい。愚の骨頂。返してくれ。やりこ。ちょっと。吐き込む。くそ強えぜ。やべえよこれ。ボコる。返してくれ。まだやれるさ。もう反撃だ。せい。狙うぜ。危うい。ベレンコ。ちょっと。余裕だな。大根。返してくれ。エレキテル。失着したぜ。うわっ。ふっ。KO。 私としたことが。ウィン。どうよ俺の雷撃。ああ
そやで下水道みてえな爆豪も割と真面目にヒーローやろうとしてますよ。霧島も友達のために敵地乗り込むバカがつくぐらいいいやつっす。立場を自覚しろという話だバカ者が。断片的な情報だけで知った気になってこいつらをディスってんじゃねえよ。押すんだよ、押すれ。ありがとな、雷。ダメージ次第で解除されちまうんすね。通りで遠距離攻撃ばっかなわけだ。見つけたぞ青山くん。さあ俺とと霧島に続く。なんブラーグさん、目の前にいきなり現れコスチューム改良の必殺技。なん見つけたぞ青山。霧島に続け。見つけたぞ。なん見つけたぞ青山くん。さあ俺と共にみんなを始めよう。俺は委員長として A 組を導くためみんなを探して駆け回っていた。青山くんと合流するも他の受験者に包囲されてしまった。しかし彼はなぜか空に向けてレーザーを放ったんだ。俺は A 組の委員長、クラスを導く立場だ。時間と足の許す限りはクラスに貢献したい。兄さんならそうする。俺の行動は俺の夢の形でもある。青山くん、何をしている。目立ってる。僕はもう2カ所ターゲットをやられてる。僕をかばってると共倒れだから君に譲っちゃう。僕を取りに来る人の裏を書くんだ。君のスピードなら可能だろ。何を急に言ってるんだ。パパ、ママ、どうして僕はみんなと違うの。夢の形、僕はずっと対等になりたかったのさ。青山くんのレーザー、あそこにみんないる。その場で旋回を続けるのです。青山め、一網打尽の策というわけか。ブラックアンカ、黒木カイナのアンアンリ。青山が作ったチャンス必ずものにする。取れるやつから取ってけ。みんな、青山くん、何をもって対等なのか物差しが違うゆえ分からんが、君のおかげだ。ありがとう。ま、僕のきらめきは止まらないってことだよね。残り7名、5名、続々とこの最終盤で一丸となった雄英がコンボを決めて通っていく。0名、100人、今埋まり終了です。はあ、青山のおへそレーザー見えたからまた集まれたね。ありがとう。こうして一次試験は終了した。 A 組のみんなはなんと全員通過。次は二次試験、気を引き締めて臨むぞ。見つけたぞ青山。なぜか俺を始めよう。一次試験が終わり二次試験が始まるまで控え室で待機していると止血の坊主が俺を睨んできた。おい坊主のやつ、俺なんかしたか。ほほう、いや申し訳ないっすけど、エンデバーの息子さん俺はあんたらが嫌いだ。あの時よりいくらか雰囲気変わったみたいっすけど、あんたの目はエンデバーと同じっす。ファイナルラウンド、レディー。よし、
出場はあんじゃ。燃えろ燃えるっすよ。紹介をこっからっす。あと少年だ。あっちっす。別に極寒だぞ。ガッカーけだ。熱い炎すれっせい。灼熱を最大出力だ。特大うっ、こっからっす。じっとしてろ。アップを置いてろ。あっちっす。氷河よ離れてろ。熱い炎っすね。熱くなってきたっす。燃えろ。ガッカーかけらんねえ。枯れずお前するっす。離れる。一挙一動自動決だ。いや負けたっす。ウィン。立ち止まるわけにはいかねえんだ。アメージング。ニューストーリー。弱嵐やめなさい。トドロキ君、弱嵐が無礼を働いてすまない。二次試験はお互い協力して頑張ろうじゃないか。それでは次の試験でラストになります。皆さんにはこれからこの被災現場で傷病者を救出してもらいます。救出活動をポイントで採点し、演習終了時に基準値を超えていれば合格です。ヴィランによるテロが発生。その場にいるヒーローたちは一人でも多くの命を救い出すこと。スタート。ついに仮面試験の最終選考が始まった。必ずこの試験を乗り越えて仮面を勝ち取るぞ。二次試験は。なぜ。二次試験は始めよう。仮面最終選考はヴィランを制圧しながらの救助演習。救助は他に任せて、俺はヴィランのもとへ制圧の応援へ向かうと。あいつがいた。演習のシナリオだろ。どう動くヒーロー。さすがに余裕かよ。俺の炎で空気飛べ。ってなんで炎だ。熱で風が浮くんだよ。さてはあんた、手柄を渡さないよう合わせたな。絶対そうだ。だってあんたはあのエンデバーの息子だ。はあ、誰がそんなことするかよ。さっきから何なんだよお前。親父は関係ねえ。ヴィランを前にくだらん喧嘩とは随分と舐められたものだ。ファイナルラウンド、レディークラッシュ。ヒーローってのは俺にとって熱さだ。熱い心が人に希望とか感動を与える。なのにエンデバーとあんたの目からはただただ冷たい怒りしか伝わってこなかった。足だと。ふざけんなよ。俺はあいつじゃねえ。親父のことはもう乗り越えた。いや、まだ。他いない。これ以上。気をつけ。せい。あがるせ。だめ。ジャムせ。撃ったと。自由などない。最大限全身全霊と全身打ち方を。自由などない。来たぞ。さあ私とバロモルが浅は
今回行きます。気合いで行き過ぎたな。ウィン！よっしゃ、光栄の極みっす。自業自得だ。くそ、憎むような目、嫌だったものに自分がなっていたよ。くそ、無駄に張り合って相性最悪、連携ゼロ、こんなんでトップヒーローにかなうわけがねえ。もしお前もそう思ってんなら下から救い取れ、炎と風で閉じ込めろ。二次試験はギャングオルカを閉じ込め始めよう。雨降って地固まる。過ちに気づき取り返さんとする。そういうあがきは嫌いじゃないな。風を使う個性、なんですぐ思い出せなかった。こんなうるせえ奴を否定するために見てなかったんだな。本当に過去も血も忘れたままじゃいられねえんだな。だが先ほどまでの愚行が消えるわけではない。で次は名誉とどめだ。二人から離れてください。ファイナルラウンド、レディー、クラッシュ。新しいスタイルで。エマを切り込む。足技だ。ショータン。僕らは本気だ。ガイガ、耐え切れるか。せい。蹴る。死闘です。これまでの成果をやってやるぞ。ここからかける、叩きつける。でも蹴飛ばせ。いいぞ、こっち掴んできてる。アメージング、ニューストーリー。ただいまをもちまして、配置されたすべての傷病者が危険区域より救助されました。誠に勝手ではございますが、これにて仮面試験全工程終了となります。終わった。高速用プロテクターが動きづらいなど言えないな。あの炎の渦はそれほどに見事だった。そして乾燥によるダメージからの奴の奇襲、試験が長引いていれば、あるいは二次試験が終わり、始めよう。
二次試験が終わり、合否の発表。危機的状況でどれだけ間違いのない行動が取れたかを審査したらしい。僕らのクラスは轟君とかっちゃん以外はみんな合格していた。轟、ごめん。あんたが合格逃したのは俺のせいだ。俺の心の狭さの、ごめん。もともと俺が蒔いた種だし、よせよ。お前が直球でぶつけてきて気づけたこともあるから。これにて仮面試験は無事に終了。デク君も本当に本当に嬉しそうだったな。いろんな人に助けられてきて、いろんな人に迷惑かけてきたから、だからなんて言うんだろう、成長してる証みたいでなんか嬉しいんだ。お母さんとオールマイトに早く見せたいな。二次試験、ゴッちゃん、始めよう。仮面試験が終わり、寮に帰ったその日の夜、僕はかっちゃんに呼び出された。個性の話。ずっと気色悪かったんだよ。無個性で出来損ないのはずのてめえが、どういうわけだか遊泳合格して個性発言しててえわ。てめえ前に言ってたよな、自分の個性は人から授かったものって。オールマイトからもらったんだろ、その力。個性の話と言われた時、何のことかはもう分かってた。言いつけを守らなかった報いだった。聞いてどうするの。てめえも俺もオールマイトに憧れた。石ころだと思ってたやつが、知らん間に憧れた人間に認められて。だからよ、戦えや、ここで今。え、待ってよ、なんでそうなるの。てめえの何がオールマイトにそこまでさせたのか確かめさせろ、来いや。マジでか、ガッツァ。てめえの憧れの方が正しいってんだら、じゃあ俺の憧れは間違ってたのかよ。間違ってるわけないじゃないか。君の憧れが間違ってるなんて誰も。待ってやってば。セーと、いつもしっかりやがったのに、どんなにぶったまいてもいつも背中に張り付いてやがったのに。ケル、クソ雑魚のてめえが力をつけてオールマイトに認められて強くなってんのに、なんで俺は叩きつける。ケンタバズ、待って、落ちろ。キング、ケイオー、なわねえなんてやだ。いいぞ、こっち掴んできてる。アメージング、ニューストーリー。なんで俺はオールマイトを終わらせしまってんだ。俺が強くてミランにさらわれなんかしなぎゃあんなことになってなかった。どうすりゃいいかわかんねえんだよ。ずっと抱え込んで、僕なんかよりずっと悩んでたんだ、考えてたんだ。この戦いに意味なんてないかもしれない、それでも僕はやらなきゃ、
かっちゃんの気持ちを今受けられるのは僕しかいないんだから。やるなら全力だ。何もねえ野郎だったくせに俯瞰したような目で見てきやがって、態度が目障りなんだよ。僕にないものをたくさん持ってた君はオールマイトより身近なすごい人だったんだ。だからずっと君を追いかけていたんだ。勝利の権化、悪いけど君に勝ちたい。僕を選んでくれたオールマイトに応えるために。負けるか。俺の勝ちだ。オールマイトの力、そんな力を持ってもてめえのもんにしても、なんで負けとんだ。ゴッチョ緑谷少年、始めよう。そこまでにしよう、二人とも。悪いが、聞かせてもらったよ。気づいてやれなくて、ごめん。緑谷少年は非力だけど、誰よりヒーローだった。君は、強い男だった。すでに土俵に立つ君じゃなく、彼を土俵に立たせるべきだと判断した。俺だって弱えよ。あんたみてえな強えやつになろうって思ってきたのに、弱えから、あんたをそんな姿に。これは君のせいじゃない。どのみち限界は近かった。ただ君の強さに私がかまけた。抱え込ませてしまった。すまない。君も少年なのに。緑谷少年が爆豪少年の力に憧れたように、爆豪少年が緑谷少年の心を恐れたように、気持ちをさらけ出した今ならもう分かってるんじゃないかな。互いに認め合い、真っ当に高め合うことができれば、助けて勝つ、勝って助ける、最高のヒーローになれるんだ。そんなん聞きてえわけじゃねえんだよ。お前、一番強え人にレール敷いててもらって負けてんなよ。強くなるよ、君に勝てるよ。デイクとあんたの関係知ってんのは、バレたくねえんだろ。オールマイト、あんたが隠そうとしてたから、クソデクみたいにバラしたりはしねえ。ここだけの秘密だ。オールマイトはカッちゃんに話した。巨悪に立ち向かうため代々受け継がれてきた力ということ、傷を負い限界を迎えていたこと、そして後継者を選んだこと。秘密は本来私が頭を下げてお願いすること。どこまでも気を使わせてしまってすまない。結局俺のやることは変わんねえや。ただ今までとは違え。デク、お前が周りを見て吸収して強くなったように、俺も全部俺のもんにして上へ行く。選ばれたお前よりもな。じゃあ僕はその上を行く。行かなきゃいけないんだ。僕とオールマイトの秘密が3人の秘密に。以前と違って僕とカッちゃんは真っ当にライバルっぽくなったような気がする。
緑谷少年、爆豪少年。